新時代の幕開け、ダンスボーカルシーンのキーマン、リーハタ。ダンスボーカルシーンに新旧、キーマン・リーハタが開く未来。始まりの夜、2023FNS 火曜祭りに注目12月6日と13日、富士テレビは大型音楽特番20、2023FNS 火曜祭りを2週連続で放送する。第1夜6日放送は、 ブリトニー・スピアーズを担当した有名振付師中曽根里の監修の7人のスペシャルメンバーによる一夜限りの夢のステージが注目を集めている。参加メンバーは旧ジャニーズ事務所出身のスノーマン・ラウール20歳、B、ファーストのソータ22歳、上位の川尻ハス26歳、 他国籍グループチームの K26 歳 LDH 所属のジェネレーションズへの中塚さゆうた30歳と3代目 J ソウルブラザーズイエグザイルのナオト40歳とパムプへの健造38歳の7人。これは所属事務所の垣根を超えたダンス集団だ。 超実力者、ラウールとリンハタへの縁ラウールさんは旧ジャニーズ事務所に所属する前から、マイとラウール、名義で小学生ダンサーとして活躍。ダンスの世界大会で準優勝した実力者である。注目すべきは、ラウールさんが尊敬する振付師の存在だ。小学生時代に所属していたダンスチームは、リエハタ東京、ディース・ギベン、ハタボイの3チームで、 すべてが世界的ダンサーであり、振付師であるリーハタに指導されていた。中学卒業後、ラウールがアメリカに渡り、ダンスの腕を磨いてきたリーハタ。彼女は世界的に活躍するダンサーであり、近年はラウールやニュームバー、アイの平野市要26歳との縁もあり、知名度が急上昇している。 平野さんもリーハタさんを憧れの人物と明言しており、キンプリ時代には彼女が楽曲、月読みや一番の振り付けを担当。平野さん、神宮寺ゆ太さんとニュームバー・アイを結成する前にも、リーハタさんは平野さんと共演していた。リーハタ、ダンスボーカルシーンのカリスマ今年7月15日の音楽の日では、エンタメ界からダンスのギフト。 止め打ち総勢90名のスペシャルコラボダンスが行われた。ドパムップ、スとキングズ、3代目 J ソウルブラザーズ、ジェネレーションズ、上イチ、ビニー、B、ファースト、ティームそして、旧ジャニーズ事務所のトラビスジャパンが出演し注目を浴びた。 音楽の日の時点で旧ジャニーズ事務所はジャニー北川氏の課外問題の影響で忖度が弱まっていたが9月の会見で課外を正式に認めたことで忖度は完全に消滅した。これにより旧ジャニーズを含む事務所の垣根を越えたダンスパフォーマンス企画が活発化していくと考えられる。キーマンの登場。 リーハタへの役割最近はプロダクションの垣根を超える企画が増え、リーハタは参加メンバー同士を結びつける重要なキーマンになっている。彼女はダンスボーカルユニットの世界ではカリスマ的存在であり、プロダクションの垣根を越えたダンスパフォーマンス企画が活発になる中で、ますます重要な存在になることは間違いないだろう。今年7月7日、 平野は、神流寺と共に滝沢秀明氏のエンターテインメント会社、飛べ、へ合流し、インスタグラムを開設。9月24日には、リーハタがインスタグラムで、平野仕様団の皆さん、任せて、と、平野絡みで何らかの動きがあることを予告し、2日後の26日に、ザ・ファーストオブ、消費系クルリーハタ、と題して、平野とリーハタがコラボダンスを披露していた。 グループを超えたコラボの広がりさらに、ナンバー・ア結成後の11月24日と26日にはキャズ・セ・ファイアーとナンバー・ I のコラボダンス動画が両者の SNS で披露されており、キャズ・ハリー・ハタへのご代表を務めるダンスパフォーマンスチーム、リー・ハタと海王のメンバーである、FNS 火曜祭りに出演している B、ファーストのソータさんも、 12月2日と3日に大阪京セラドーム大阪で開催された音楽フェス DUNK ショーケース in 京セラドーム大阪でリーハタさんとコラボしたばかりであり、上一も4月5日発表の楽曲トリガーでリーハタさんの振り付けで踊ったばかりだ。リーハタさんはダンスボーカルユニットの世界ではカリスマ的存在。だから、 こうしたつながりの話はこと書か,かない。最近は、プロダクションの垣根を超える企画が多いだけに、彼女は、参加メンバー同士をつないでいく重要なキーマンになるのではないか。未来への期待、ダンス業界を牽引するキーマン今年も、あと1ヶ月を切り、ナンバー I のデビューまで秒読みだ。 彼らのデビュー後に、スカイヒートはまた違った立ち位置でリーハタンが、平野さんやナンバー I、多くのダンスボーカルの壁を越えて全てを繋げるキーマンになるだろう。そして、忖度もプロダクションの垣根もない、特大イベントでナンバー I を含めてあらゆるグループが一丸となって作品を作り上げる。 そうして、リーハタは、日本のダンスボーカルシーンの新時代の幕開けに欠かせない人物になっていくのではないか。平野たちナンバー、アイ、トラウールラスノーマンの共演も、そう遠くない未来に実現しそうだ。リーハタへの存在が、新たな波をダンスボーカルシーンに呼び起こすことは確実だ。 新たな波、未来への期待が高まるダンスの未来、リーハタへのプレゼンスダンス業界が新たな局面に進化する中、リーハタのプレゼンスが注目を浴びている。彼女は単なる振付師に止まらず、異なる事務所に所属するアーティスト同士を結びつけ、新たな共演の機会を生み出すキーマンとしての役割を果たしている。今や、所属事務所の垣根を越え、 異なるバックグラウンドを持つアーティストたちが集結し、独自のパフォーマンスを披露することが当たり前の光景となっている。その中で、リーハタは、なぐ人としての役割を果たし、ダンスシーンに新たな風を巻き起こしている。幅広いコラボ、異なるスタイルの融合彼女が手がけるコラボレーションは、 異なるスタイルやアプローチのアーティストたちが共演することで生まれる魅力が際立っている。これはファンにとっても新しい発見となり、アーティストたちにとっても自身の領域を超えた挑戦となっている。例えば、ナンバー、I や B、ファーストとのコラボでは、それぞれのグループが持つ特徴的なエッセンスが融合し、新たなダンスのアートが生まれている。 また、地域や国を超えた国際的なダンスプロジェクトにも参加し、日本のダンスシーンを国際的な視点から見つめ直す機会を提供している。大型プロジェクト、ダンスの未来を開く近年、ダンス業界全体が大型プロジェクトに注力しており、その中でも特に注目を集めているのが、スカイヒーが立ち上げた、DUN k ダンスユニバースネバーキルット、プロジェクトだ。 これには平野仕様を含む戸部所属アーティストが参加しており、リーハタも一翼を担っている。スカイヒーへの情熱的なプロデュースにより、ダンス業界全体を盛り上げる動きが広がっている。そして、いずれナンバー I もこのプロジェクトに参加する可能性が高まっているとの見方が広がっている。 未来の舞台、新しい時代の幕開けリーハタをご作り出すダンスの新たな波は、単なるエンターテインメント以上のものとなりつつある。その手によって形成される新しい時代の幕開けには、期待と興奮が入り混じっている。 今後も彼女が手掛けるプロジェクトやコラボレーションが日本のダンスボーカルシーンに斬新なアイデアとエネルギーをもたらし若手アーティストたちに新たな可能性を切り開くことでしょう。結論、リーハタへの存在が示す未来リーハタへの存在は単なるダンスの振付以上に異なるアーティストたちを結びつけ新しい才能やアイデアを引き出すキーマンとしての価値を示している。 これからの時代、ダンス業界においては、プロダクションの垣根を越え、多様な才能やスタイルが融合することで、より刺激的で魅力的なエンターテインメントが生まれることでしょう。リーハタが開く未来の舞台には、新たな才能が輝き、ダンスボーカルシーンが一層豊かなものとなることが期待されます。ダンス愛と才能を持って彩るリーハタへの活躍から目が離せません。 Tide.